エリカ・グランディ・フローラ LF1802、ヘンリー・チャールズ・アンドリュースは、イングランドの植物学者、植物画家、版画家である。アンドリュースは、ナイツブリッジに居住しており、アンドリュースが描いた植物の記載を手伝っていた、幼児園主のジョン・ケネディの娘と結婚した。ほとんどの画家が図版を描くだけのために雇われていた。時代にあって、画家であるだけなく、版画家、カラリスト、 出版社でもあったという点において、アンドリュースは熟練した非凡な植物画家だった。ポタニスト、エスリポジトリは、アンドリュースの初めての出版物であり、1797年から1812年の間に、ロンドンにおいて、次々に出版され、イギリスで増大していたアマチュア演芸家のための手頃な、価格で手に入れることができる植物の図版となった。 アンドリュースの出版物の正確さは、キューガーデンの出版物、カー,ーティス・ボタニカル・マガジンでも評価されている。アンドリュースの図版は、より科学的であることを強調したライバルの出版物と比較して、より芸術的な魅力を有していた。アンドリュースは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヘンリー・チャールズ・アンドリュースを示すのに使われる。ありがとうございます。